今日のバルセロナ戦の久保建英のアシスト未遂。これは QBK。 QBK が発生してる。絶妙なパスに絶妙な抜け出しからの打ち上げはまさに QBK だな。 QBK より美しい QBK。 ニコ生で見たけど久保マジすごかった。古軍奮闘してた。久保うめえわ。あの不利な状況でも一人ボール運べるし、マーク激しい中でもいいプレイしてた。朝っぱらからアンチがハードワークしてるってことは活躍したのか。だいぶ良かった。試合見てない奴多すぎ。バルセロナ相手にほぼ常に二人背負ってチャンス作りまくってたのに、あれで21歳とか化け物としか言いようがない。なんかもうちょっとだな。あと一皮むけたら一流になれそう。バルサ、レアル相手に結果を出せば乗り越えられそう。あとちょっとだ、頑張れー。バルサ相手にすごかったな。あれアシストになってたら神だった。もうソシエダレベルじゃないのはこの試合でわかった。覚醒久保の相手になるのプレミア勢しかないわ。久保もプレミア行こう。プレミア移籍はよ。当チャンネルはサッカーネタを随時投稿していきますので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。